イグサ。イグサ、イグサ、ジャンカスイフーゼスエルバリエーション、ディッシュパンスバックンは、単子用植物イグサ科の植物である。標準和名はイ、イ。イグサを使うこともある。最も短い標準和名としても知られている。別名、等身層、等身層。畳表を作るのに使われる。俳句では、夏の季語とされる。 湿地や浅い水中に生える植物で泥に根を下ろす。植物の姿はちょっと変わったもので、先の尖った細い茎ばかりが束になったような姿をしている。山嵐を頭から泥に突っ込んだようなものである。実際にはこの針状のものは家形にあたる。茎は地下茎となっており、泥の中で短く這う。多数の家形を地上に伸ばす。 葉はその基部を包む短いサイヤ状のものに対化しており、外見上はないように見える。花形は円柱状でまっすぐに伸びる。緑色で表面にはツヤがあり、スベスベしている。花は花形の途中から横に出ているように見える。これは花が出る部分までが花形で、そこから先は花序の下から出るツトに当たる。この植物の場合、ツトが花形の延長であるかのように、 太さも伸びる方向も連続しているので、花女が横を向いているのである。花女は短い柄を持った花が多数つく。花は緑色でごく目立たない。ただし、よく似た姿のかやつり草かや稲科のものとは異なり、通常の花である。よく見れば、目立たないなりに6枚の花碑がある。花碑は三角形で先が尖り、開いている時は星型に見える。花碑は、 果実が成熟しても落ちないで、その気分を包む鞘のような姿になる。果実には、細かい種子が多数入っている。畳表や講座は、イグサの茎で作られる。イグサの茎は、帽子や枕の素材としても利用される。そのために使われるのは栽培用の品種で小髭、小髭、CV、ユタリスと呼ばれる。野生種より果樹が小さいのが特徴である。水田で栽培される。 血巻きを笹でくるむ際に、いわゆる紐としても用いられる。また、別名の、陶身草というのは、陶身草の意味で、かつて油で明かりをとっていた頃にこの家系の髄を陶身として使ったことに由来する。今日でも、和老足の芯の素材として用いられている。茎の髄を乾燥したものを利尿剤とすることがある。他に家系がバネのように巻く品種があり、螺旋衣。 ダセンイ、CV、スプラリスと呼ばれ、干渉用に栽培される。イグサは加工すれば、食用にもなる。熊本県イグサ、畳表活性化連絡協議会は2017年、丸茂製菓、愛知県碧南市の協力を得て、食事に使った後は食べられるイグサの箸を開発した。イグサの日本における、主な産地は、熊本県や津城地方であり、 国産畳表の8から9割のシェアを誇り、また歴史的文化財の再生にも使用される、高級品を出荷する。他には、石川県、岡山県、広島県、高知県、福岡県、佐賀県、大分県でも生産されている。一方近年、中国などの外国産の安価なイグサが多く、 輸入されるようになって、セーフガードまで発動した全流通量に対し国産畳表のシェアは3から4割ほどに低下している。さらに、住宅居室の洋化によって、畳の需要が低下し、イグサ生産農家の減少が危ぶまれていたが、近年になり、自然素材の見直しや健康志向の高まりによって、再びその価値に注目が集まってり、国内産地では、 さらなる品質の向上から高級化を目指している。種としては北半球の温帯に広く分布する。基本変種はヨーロッパから北、アメリカに分布し、やや大柄で果実の形が少し異なるなどの違いがある。日本では全国に分布し、平地から産地まで生育範囲も広い。種内の変異が大きく、産地に出現する小柄なものを悲鳴。 悲鳴と呼ぶが、中間型があって、明確な区別はできない。また、花の柄が、ごく短く果樹が、登場になるものをたまいという。イグサ族は日本に十数種ある。しかし、イグサに似た姿のものは、多くない。郊外絶妨、郊外絶妨、J レシャナールティーゲイヤクサイ、クサイ、J テナウィスウィルデン、などが普通種であるが、これらは、根室用が発達し過剰は、 茎の先端について方が発達しないので、普通の草の姿に見える。郊外石症は湿地などに生えるがよく似た菌原種が多く、分類は難しい。イグサに似た姿の種としては細い、細い、J セッチアンシスバックン、バリエーション、イフースイズバックン、や、高タ高ネ,ネイ、J トリグルーミスエルなどがある。 イという名を持つ植物は他にもあり、特にかやつり草かに多い。太い、太い、三角い、三角い、四角い、四角い、ハリー、ハリー、松梅、松イ、七頭イ、七頭イなど、いずれも、イグサと同様に家系が多数の美波が対価したもので、その構造もよく似ている。多くは、家系の先端に果樹をつけるが、三角いなどでは、 イグサと同様にツトが、家系の先端の延長となって過剰は脇に出る。これらは、イグサとは異なりカヒは退化し、多数の花が集まって小房を形成する。つまり、輪ペンが折り重なって小さな松かのような形になっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。